世界最高峰の自動車競技である世界ラリー選手権の日本ラウンド、フォーラム8ラリージャパンが今年も愛知と岐阜で開催されます。その魅力を知ってもらおうと、開催地の一つである豊田市の小学校で今日特別授業が行われ、校庭ではラリードライバーによるデモ走行もありました。迫力があって良かったです。実際にラリーを運転している姿も見てすごいかっこいいと思ったし、速さスピードが普通の車とは違うのですごいなと思いました。ラリージャパンは11月21日から4日間にわたって開催されます。